はい、皆さんおはばちば宮内ゆきです。今日はですね、今ヤシガニくんとすごいな遊んでます。ちょっとアップにしてみよう。触覚動かしてますね。昼間なんで動きはなんか鈍い感じなんですけれども、もうこの大きさの迫力はですねすごいですよ。本当にヤシガニってどうしてこんな感じになったんですか。でもちっちゃい時はあのなんかね、あ、入ってるんですよね。ヤドカリみたいに貝に入ってるし、それがちっちゃい時そうですよね。ちっちゃい時ってだからそれがいつかっていうのか、でも本当にこのぐらいの大きさ実際も見たことあるの。へえ。そのままの形だもん。ヤシガニそっくり、そっくりっていうかな、そのまま形が大きくなった感じで。すごいな。生態がねあまり知られてない。そうですよね。いやでも立派だわこれは。もうずっともう大事に育ててどれぐらい大きくなる、ね、恋の季節でも来てる。最近は見ないな。前は結構夜なんか車走らせてるとタタタタタってすごい速さでこう道路とかもね横切っていきますからね。最近でもいるんだけど引かれてるのよく見るわ。あ、見ます。夜とかじゃ引かれてるんだな。こうね、飛ばしてる人も多いですからね。分からないでね。すごいな。地元の人も見たら美味しそうって言う。だってあれそうだ、犬とかね食べる人もねいますよね。もうこうびっくりしたもん、こっち聞いて。なんか犬って、うちでも来た時は赤い犬が美味しいとか言ってるんだけど。ちょっとだからあの赤い犬というのは毛が茶色い犬のことで、はい、愛嬌の犬なんだけど、なんか知ってる犬の名前あれで、え、柴犬、どういう感じなんだ、大きいの、大きい、あ、よく盲導犬使われるやつなんだっけ、シェパードじゃない、なんだっけ。出てこない。犬に詳しくないから。お、のんびり動いてます。これでっかいな。でも塀とかにもね張り付いてたりしますもんね。あの引っ掛けられるから爪が。そうすごいな。これ夜は。でっかいクモもたまに見ま怖いなって思うけど、そうそう、このヤシガニ夜見たらもうほんと迫力ありますね。すごいなあ。あ、ごめんごめん、びっくりさせちゃったね。形がこの常に動いてるのがセンサーみたいで、匂いとか、あの真ん中のその2本の、はい、あれで匂いとか感じてる。このあ、ごめんごめん、かわいいね、正面から見るとこんな感じ。餌を置いてるしね、お腹がパンパンなんで食べ過ぎかもね。あ、お腹って下の部分です。そうそう、お、近寄ってきた。もう人間怖がらなくなっちゃってね。お、フレンドリーに来てるけどすごい怖い。コーナーのハサミちょっとドアップして、ね、前回ね写真撮りに来た時はもうカメラ持ってなかったんで、仕事中だったから。そうそうです。だから写真だけ撮って、このデカさがすごい、すごい。あ、そうなんですか。おー、すげえ。ほんとお腹パンパンだ。脱皮とかやっぱするんですよね。するって、うん、一、なん、どんな、あー、そっかそっか。うわー、でもめっちゃなんかもう、なんだっけ、ガタイがいいし、なんかもう色つやもいいから、もうなんかどんどんまだまだね大きくなりそうですね。寿命もなんか長そうだし、
楽しみだな。ということで、ヤシガニくんでした。